ミコ VS なのかガチンコ3本勝負、続いての対決はこちら。起きた、これだ。オオカムイ上級でタイムアタックだこの野郎。ということでもうね、はい、CM 中ももう引きの強さのねこと簡単の声が、いやはぁすごいと、引きの強さとあのミスに対するあれですよね、叱り、そうです、叱りお叱りですよね。あー、ナノちゃんちのカカちゃんはすごいねって言われてましたからね。さあということでございまして、続いては、どういうことでございますか。タイムアタックですね。はい、そうですよ、何を、これオオカムイ上級ですよね。上級をタイムアタックで挑戦していただく、はい、2人と、そしてマルチプレイをしてもらうのはなんと視聴者の皆さんでございます。準備ができましたら部屋番号を発表していきますので、視聴者の皆さんはぜひ参加していただきたいと思います、はい、お願いします。さあということでみーこさんいっぱいしてしまいましたから、ちょっとね、ここはもう取っときたい、これは勝ちたいよ、これはぜひとも、だからみーこちゃんファンの方はぜひともね、僕強いよって方は部屋にババッと入ってくださいよ。ちょっとじゃあ、オオカムイなんで、はい、皆さん持ってきてほしいのは、はい、火属性、火属性さんを持ってきてください、うん、ちょっと 今変え、変えてるとこです ね星4のクエストですけどね、はい、全部出現するモンスターが火属性なんで、はい、まあ有利な、なるほど、火の属性で皆さん揃えるとタイムアタックですからね、すぐ倒せると。いうことですね、あとは状態以上の呪縛をオオカムイが使ってきますので、はい、まあ、それの対策もしてあった方がいいですね、うん、さあということでここはもう早くも崖っぷちとか、まあ序盤から崖っぷちだったんですけども、触れないでください、もうそこはもうごめんなさい、というか崖から一回落ちたんです落ちた、そうですね、落ちました、残念です、空手家のスタートみたいな感じだったちょっとね、分かりづらい、レトロゲームなんで分かりづらいかもしれませんけどね、すいませんね、じゃあ、私からでいいですか。はい、行きましょう。部屋番号はじゃじゃん、来ました、はい、2266、はい、今週の一言、新しい携帯を買いましたと。誰、スティーブ・ジョブスです。何の音の、これもまずいんじゃないですかそう、確かにそうですね、結構アップル社からクレームが来る可能性が、やばいやばいやばい、大丈夫かな。さあということで、2266ですので、こちらの部屋の方に集合していただきたいと思います。助けてあげてくださいね。え、これで来なかったら私どうしていいか分かんないよ。そうですね、そしたらね、残りの3人もミーコで頑張るしかないですね大丈夫かな。さあどうでしょうかね、来てますかね。いや全然来てないんですよえ、マジで、え、前回はだってすぐ来たよ、ね、結構すぐ、え、これ人来てないって言うんですよね、これね。そうですね、そうですね、今来てませんね。2266だよ、2266、2266ですよ、ちゃんと入ってます、ちゃんと2266になってます。皆さん今、あ、入ってきた、入ってきた、入ってきた、ありがとう、よかった。画面は出ないですか、ね、画面、ね、あ、まだ、あ、揃いました、揃った、よかった、お、ありがとう、ね、あ、一人消えちゃったよ、え、ちょっと待って待って、お、火属性で、うわ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 、いやだ、1万、あれ、いや、いい感じなの、 あのね、出たり入ったりするのやめてよね、怖いからいい、すげえ、いや、てかレベル130、130って、これは早いんじゃないかな、しっかり進化してますね、進化してるね、キラキラ、すごい、こんな見たことないの。さあ、それでは早速いきましょうか。じゃあ、いきますよ、はい、みんなこれ抜けるとかないよね、よしよし、いくよ、じゃあ、早速いきます、頑張れ、テスト開始、オッケーオッケー、みんな抜けてない、よかった本当によかったってすごい、もういきなりなんかやるよって言った瞬間に抜けるやつはちょっとやめてよと思ったから、よし、すごい不安になって、いや、すげえ赤えな、みんな赤いっすね、綺麗ですね、かっこいい、うわ、早いな、これはね、早い、あ、やっぱうまいっすね、さすがに、すごいな、すごい、13秒、まず、いいよいいよ、頑張ろう頑張ろう、みんな頑張っていこう、頑張ろう、ここギア高級です、ね、今度ね、もう総研さんがいるから、あ、いるのか、総研いる、ミスらないですもんね、うわ、もう終わる、もう終わる、あいや、あいや、あいや、26秒、ありがとう、みんな13秒ペースで来てますね、これね、ただね、5ステージありますから、はい、ちょっとお長めですね、うん、確かに長い、ここがね、嫌なんですよ、これね、この子が、はいはいはい、ちょっと攻撃食らうんですよね、あ、出た、カズレカムやつとオオカムイ、こういう感じで行きますか、そうそうね、あ、それでも最後は早い、ちょっと大丈夫、私これ12分になりました、
いやもう本当勝ちたいよ、勝ちに行ってよ、勝ちに行ってよ。これでいいんですよ、届け。やばいよ。大事です。すごい。あ、ギアいいわ、ギアも。溜めてますよね、みんな分かってますよね。私はここで行きます。早っ、あ、もうタイムアタックのために。タイムアタックだからね。タイムアタックだから。中村 P のね、もう目線がね、もうね、ゾワってきちゃう。大丈夫、惑わされないで、ね、惑わされないで、ねねねね、見ないで、見ないで。私はやばいやばい、ちょっと待って、やめて。やばいやばいやばい、すごい念をつけます。やばいよ、石になっちゃう、石になっちゃうよ。やめてやめて、石になっちゃう、ミーコが石になっちゃう。しかし、やばいよ。ふざけしたら終わっちゃった。うわ、眼力届かず。眼力が1分5秒、これやばいですよ。いや、すごい。ちょっと詳細一緒に見せて。これは早いですね。ダルマにしてからもうあっという間でしたね。すごい、すごい。やっぱあのレベル130のやばいっす、パンダさん、ね、パンダさんやばいっすね。やばい、すごい。これはすごかった。ありがとうございます。いや、これは素晴らしかったんじゃないでしょうかね。これはピンチをさらに落ちたと、うん、落ちて、そうそうそう、嬉しい。1分5、1分5秒です。ありがとう、さあ、あ、皆さんのね、あの情報ありがとうございますね。地味に、ミーコ4位ってことでね。ちゃんと見てくれてる方がいたみたいで。みんな強いからね。気絶地はね、誰よりも強く あったからね。もうそれは半分半分。さあ、それではなのかちゃん、はい、部屋番号の方はどうしましょうか。まずは部屋番号をちょっとあれですよね、その前に部屋を建てなきゃいけない。建てないと。そうでしょ、クエスパム。ちょっと部屋作る気待っとってな。全然、いや、僕も入っていいですかね。ちょっとやめてください。それ近い、さっきの、ね、眼力が一切なくなってしまいました、ね、なんでそんな柔らかくなったの。全然違いましたよね。鬼のような目だったんですけどね。優しいですよ、本当に。後日菓子折りを持って本当に伺わせていただきます。いいですね。いいですね。さあ、それでは部屋の方は建てましょう。はい、お、来ました。できました。部屋番号は、はい、7777。あー、いいですね。7日らしく。あー、いいですね。あ、みんな優しいな。みんな出てくるかな。さあ、ということで部屋の方集まるか。2枚必要なんで。そうです ね、勝たないきゃ。めっちゃ早かったっけ。いや、確かに。でもここにまたパンダさんが入ってくるって可能性もありますから。裏切りかい。めっちゃ裏切りかい。ない話じゃないですよね。ありますね。全然ない話じゃないですから。あれ、パンダさん、パンダさん、一枠空いてるよ。なんやって空いてる、ほんまに。パンダさん召喚、パンダ召喚ってすごいですね。パンダ召喚。でもあのレベル100超えの方が今、うわ、そう、一人ういますか。あ、来た、来ました。うわー、でも高いぞこれ。バランスよく高いですね。すごい方が2人。行きましょう。ちょっと行きましょう。みんなね、出ていかないと。さあ、それでは、これもまたすごいですね。どうですか、これ1分5を、はい、行きましょう。縮めるにはママさん、どんな感じがいいですかね。そうですね、なのかさんが総研なので、そうですね、私は頑張ってギアを上げて、はい、全体的の攻撃の倍率を上げてって、上げてってで、体験たち頑張るという。さあ、タイムアタックだとより役割分担がですね、うん、そうですね、重要になってくるので、結局ね、個人技も見られますからね。そう、うわ、でも早いか、早い。いいですね。さっき13秒ぐらいでした。同じですね。うわ、暑いね、これ。いやいや、まあ、一応13、13、12と来てました。ああ、そうですね、はい、見てました。でも、あの剣が2人って、はい、ギアバースとかそこまで止まってない確率が若干ある気がして、それが心配なんですよね。確かに。なので、私がどんどん止めて、はい、あの素早い風になるギアを持ってるので、はい、それを使いたいなと思います。さあ、ちょっとここで30秒出てしまいましたね。ちょっとね、やばいちょっと4秒下がれてしまいました。ほんまにこれ勝てるかな。さあ、こっからですよ、こっから。すごいですね。急になんか変わったね。1分後の壁は、あー、おっと、あ、危ない、42、あれ何秒でしたっけ。4秒差ですね、今38秒だったので。すごいすごい、よー、すごい、なんでそんな計算してるんですか。計算じゃなくて、見て書いてるだけです。すごいな、これ。いや、でもすごい、こうやって計算すごい、なんか、うわー、来た来た。さあ、そして52、やばい、
5ですからね、05。あと13で、ちょっとこれまずいと思う。どうだ、無理よ、これは私の勝ちね。ちょっと無理だ、無理かもしれない。いや、頑張って。いや、でもここで見れない、止まってないんですよね。あー、そうか。え、あー、やばい、あー、慣れたー、もう焦って、さっき次回を戻れノーカンノーカン、もうみんなやる気がなくなっちゃった。毒デロリアをつけてここにいや早いですけどね、早い、十分早いと思いますけども、そうですね、総計だった。これやっぱパンダさん、さあ素晴らしかった。でも1分28秒ということでございまして、こちらはなんとみーこちゃんの勝利。よかったですね。さあということで、これで1対1、はい、なりました。3本勝負と言ってたのでラスト勝負に行きたいところなんですが、ラスト勝負はもう終わっていました。なんとラスト勝負は、最初にやりましたですね、あちらの4人での協力プレー、あのプレーでの順位で勝敗を決めておりました。そうだったんですか。ということでこちら最後の4位となってしまったみーこちゃんが負け、そしてなのかちゃんが2位だったので、なのかちゃんの勝利、ゆえに日本選手をなのかちゃん勝利。皆さんプレミアムチケット2枚、このね、あのチケットは、この番組放送後ですね、はい、終了後、はい、すぐにですね、はい、あの全員のユーザーさんに、配布いたしますので、ありがとうございます。はい、ぜひ使ってください。さあということで、これ本当にあれですよ、皆さん出来レース的なこと言ってますけど、今変えた、もう最初から僕の台本にだけはそうなってたんで。あ、そうなんだから、で私さっきね、ちょっとね、聞いてたの、はいはい、ジャスガ先輩に、はい、あの3個目はどこですかそうなんですよ。だからリハの時にそれ出るかなと思ったんですけども、もうおバカなのかな、出なかったんで。あれそうないの？出なかったので良かったです。ということでございまして、はい、もう番組の時間もなくなってしまいました。最新情報から最新情報お願いします。最新情報これは伝えたい。行くと最新情報。最新情報。やってます。これはもうさっきやってます。はい、やってください。でこれもやってます。はい、今やってます。やってください。超難しいよ。おー、これ。やったー。これだ。神の化身長州来ということでですね。はい。行きましょう。これこいつが出ます。おだだん。うわあ。何？本能を焼き尽くせ不動明王というですね。長州来にふさわしいですね。強力な、モンスターとなっております。はいはいはい、これですね、僕制作中の見てるんですけど、はい、もうね、行動パターンといいますか、うん、動きがちょっともう半端なくてちょっと感動しました。結構トリッキーな動きがするんですかね。はいはい、なので相当手応えのあるあのイベントとなっておりますので、はい、まあ、ぜひぜひ、あのこれはですね、もう、間もなく、配信となってまいります。まだ、はい、あの詳細を、発表しますのでご確認くださいということですね。はい、こちらも楽しみですね。はい、さあそして、プレミアムチケットの方も皆さんこの番組終了後に皆さんの元に届くということでございますからね。はい、あ、どうしたんですか、どうしたんですか。いつの間にか決まってたからさ、勝負がさ、はい、次行こうあ、ちょっとやっぱ自分の中ではいちいちで次頑張ろうっていう、そうそうそう、気持ちになってたんですね。そう、気持ちだからずっとどこにあるんだろう次って、探してたんだからね。でもまあ尺を考えたらないなってこともちょっと感じてもらいたいですけどね。確かにということでございまして、はい、東海 GTV 金曜日2時間目のワミツアップの生ではモンギアの日ですが、そろそろ終了のお時間近づいてまいりました。次回のモンギア放送は10月の9日の金曜日の予定でございますからね。はい、こちらでもやっぱ情報が結構たまるんじゃないですか。そうですね、大会がね、ま、始まってますから、はい、予選が、はい、そちらの模様なんかも最新のですね、はい、もうすでに決まっている情報ですね、徐々に出していきたいなと徐々に小出しに思っておりますので、皆さんお楽しみに、小出しですね、よろしくお願いいたします。はい、さて3時間目の番組はコウスケさん出演のゲーム実況ゴッドです。皆さん引き続きこちらもご覧ください。そしてただいまニコニコ動画内にてファミ通チャンネルと東海議チャンネルが開設されておりますので、こちらへのご登録もよろしくお願いいたします。ということでございますね。はい、はい
はい、じゃあ私からどうですかね。まずみじこちゃん感想聞いておきましょうか。感想ね。感想ね。はい、いろいろすいませんでした。でもね、星5、2つ手に入れたんだよ。おかしくない？ Why？ Why だよ、本当に。わあ！わあ！ああ、来ましたね。怖いよ。中村さんの目が閉まってるバージョンもありましたね。目が閉まって、クローズドアイの方もありましたよ。さあ、それでは、まばらさんどうでした今日の放送は。はい、はい、はいってどうしたんですか。ありがとうございます。もう疲れちゃうなんかね、いろいろとね疲れちゃう。なのかちゃんどうでした。今回も勝利ですよ。今2連勝中ですよ。あのあれ対戦でも負けちゃったんですけど、はい、ガチャではちょっと強さ、引きの強さを見せれたので盛り上がってよかったなと。良、ね、はい、かったと思います。さあそして中村さん、なんかいろいろなもういろいろあって僕はすごい面白かったと思いますよ。いろいろありましたけれども、最後にやっぱりもうなのかさんがね、はい、勝利したので、はい、あの忘れてですね、今後もはい、はい、あ、じゃあちょっとこれ、ね、上から言われちゃったんで、はい、次回のファミツアップの生だよの配信日は来週月曜28日の2時間目、こちらこそモンスターストライクの放送になっております。はい、皆さん元気ない、ね、頭とお尻がねなんかこうなっちゃったの。本当に、ね、いや、ね、やっと繋がったでしょ。ということでございまして、皆さん次回も見ていただきたいと思います。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。次回も見てね。いるから多分私。